上海クーデター。上海クーデターは、1927年4月12日に、中華民国において、北伐に高し、第三次上海暴動を引き起こした、武装労働者救殺隊が、右派国民革命軍による武装解除の命に応じず抵抗を試みたため、革命軍から武力行使を受けた事件及びその武力行使に対して、抗議のためのデモを行った労働者、 市民に対し革命軍が発砲、虐殺、国民党左派、共産党系労働組合の解散を命じ、総公会の建物を占拠した事件、4.12事件とも言う。中国国民党は、新党と称する一方、中国共産党は、4.12単革命政変、4.12、無護案と称す。検挙の過程で暴動を引き起こした多くの共産党党員と、 工場労働者が死傷した。日本語版では、国民党、共産党のどちらの立場にも立たず、日本でよく使われる用語として、上海クーデターを用いる。1926年7月、国民革命軍は北伐を開始し、小解析を総司令に任命した。八区の勢いの北伐軍は11月になると、超高流域に達し、小解析の権威は強まった。 国民党左派とソ連から派遣された政治顧問ボロディンは小介席の権威を弱めようと画策する。北伐軍の武漢の占領を受け、11月に甲州の国民政府と国民党中央を武漢に移転することを決定する。党内左派重鎮とボロディンは12月に武漢に入り、党中央全体会議ではなく、今後は党中央と政府の臨時連席会議を組織し、 これが最高職権を行使すると宣言した。翌1927年1月1日、武漢国民政府が正式に開始された。サハとボロディンは、ウハ抜きで3月に、武漢で中央全体会議を開催し、サハに都合の良いように規約を改正して、小介席の権威をそごうとした。この結果、政府、党の養殖は、サハで占められ、 共産党員が初めて閣僚クラスのポストに就くなど、武漢国民政府内の共産党勢力の発言力が増した。北伐にこうして中国共産党は上海で3回にわたる武装暴動を計画した。1926年10月、1927年2月に主導した武装暴動は失敗に返したが、3回目の武装暴動はそれに、 先立ち引き起こされたゼネスト連動し、成功を収めた。共産党の周恩来などの指導のもと、上海の労働者は2700人からなる、武装工人救殺隊を組織した。あずま軍を率いる白、高敷の上海入場直前の3月22日には、工人救殺隊は、警察や守備隊に対して、武装攻撃を行い、上海に、自治政府を成立させたのであった。 二日後の三月二十四日に国民革命軍第二軍と第六軍は南京を占領した。この際、国民革命軍の兵士とボートが領事館や教会を襲撃し、外国人通人を殺傷した南京事件である。事件の一報を受けた小解石は事件の真相の徹底調査を行い、 自軍に襲撃事件の責任があるときは全責任を追い解決するとの声明を発した。小解析の認識では南京事件を引き起こしたのは第6軍の共産党員の兵士であった。また第2軍、第6軍の党代表は共産党員であった。中国共産党の対頭に不安を抱く欧米や資本家の団体である上海総商会は3月26日に 上海に入った小海石に対し中国共産党を排除して早期の治安回復を要求した。小海石は浸透を発動するため疎開における外国の支配は現状のままであることを保証しその見返りに諸外国の援助を受けたのであった。1 9 2七年四月二日、小海石は李相任、白、高敷、高昇、李渡新、超静江、 ごわかてる、李思想等を招き、上海で中国国民党中央観察委員会会議を招集した。会議の中で共産党が国民党内部で共産党員と連結して謀反する証拠があるとの発言があり、これを理由として検挙する案を提出し、公衆政治分会主席の李渡る信はその意見に賛同した。そして会議で浸透原則及び、 新党委員会を定め、反共清止党準備工作が進行した。4月6日、紹介席は、軍学隊を派遣し、共同で戦闘に備えよう、共同備え党という二式の旗を掲げ、上海総公会工人救殺隊に送り、油断させる一方、同時に、紹介席は、チンパン、公文の頭目である黄金坂へ、長少林、都月賞等のところに顔を出し、右派団体、 中華共振会と、上海公会連合会を組織し、上海総公会に対抗した。4月9日、小会席は、小拠改元司令部の成立を命令し、白、高敷に、州大鳥木を副司令にするよう任命させ、合わせて、戦時会厳条例12条を判布した。同日、中央監察委員の到達所、五赤木、高昇、超静江、 陳下不当と連名で森東急国通電を発表し、武漢国民政府の要求政策を非難した。4月11日、小解析は各省に一致して新党を実行せよと密令を出した。同日夜と月省は上海総公会会長、王樹家を誘い出して、息き埋めにした。4月12日早朝、小解析の命を受けた国民革命軍。 第26軍は武装工人救殺隊に対して武装解除を呼びかけたが、これに応じなかったため強行突入し300人余りが死傷した。翌4月13日、上海総工会は労働者大会を開催し、小解析討伐を先導した。大会の後に10万人余りの労働者や学生が法山路に行き道路を占拠した。国民党第26軍。 第2師団の州大取引は、群衆に対し解散を命じたが、これに応じず抵抗を試みたため銃を発砲した。これにより100人余りが死亡し、負傷者はそれ以上の数であった。そして、小解石は、上海特別市臨時政府、上海総公会及び共産党の組織一切、全ての解散を命令し、共産党員及びその支持者を捜索し、1000人余りを逮捕し、 主要なメンバーは処刑された。十五日には三百人余りが死亡し、五百人余りが逮捕され、五千人余りが失踪した。共産党員の王樹花、陳信俊、張、与余らが被害に遭った。これより後に地方で新党が開始された。四月十四日、李渡る新は、甲州の陸海軍の将校を主催しており、会議を開き共産党員の粛清。 清志どもを決め、二日目には、公衆全域に大捜索を行った。アモイ、福州、ネー南京、広州、調査等でも、無本の罪で、共産党員が処刑された。共産党員は、白色テロと称した。この事件の後、武漢にて、中国共産党と中国国民党左派は、小解析討伐運動を発動した。4月20日、 中共中央は、小解析はすでに国民革命の敵へと変化したと発表し、群衆に新しい軍閥から寝返り、軍事戦生を打倒する号令をかけ、戦闘準備に入った。4月22日、総敬令、東円達、何工業、丹平山、五玉章、林祖官、毛沢東ら39人は国民党中央室官委員。 候補質感イメ義で連名で、紹介席打倒を通電し、全国の民衆及び革命同士に、孫文総理の反と、国民党の腐敗分子、負け類、民衆に対し有害な人物、族である、紹介席の打倒を呼びかけた。4月18日、紹介席は、南京にて、国民政府を樹立し、南京国民政府、共産党を受け入れている、王政英。 武漢国民政府と対立した、冥冠分裂。だが、1927年7月、王政へ率いる武漢国民政府は、ソ連から派遣されたミハイル・ボロディンが、国民政府を分裂させて、中国共産党に政権を奪取させることを、期としていることを知った。このため武漢国民政府は、共産党の言論取締りを決定し、共産取締り議案を通過させ、 ミハイル・ボロディン等ソ連から来た顧問を罷免した。その後、武漢では7月15日に浸透が開始され、第一次国境合作は7月中旬に完全に崩壊した。また、上海クーデターは中国共産党に大きなダメージを与えた。そして、中国共産党は、小介石の武力による浸透に対して、全くの準備がないということを認識させられた。 上海クーデターの後、8月7日、観光で会議が開催され、共産党内部から陳独州らが排斥され、新たに、九州博らが指導者となり、中国国民党への武力闘争が決議された、87会議。会議に前後して、8月1日、首都区が率いる中国共産党と、中国国民党左派は、南省で暴動を起こした、南省放棄が失敗に終わった。 また、毛沢東は1927年9月、湖南省と厚生省の協会で、少数の農民を率いて放棄した収集放棄が失敗に終わり、その後ヨカ山を拠点に抵抗する短所となった。一方、蒋介石の軍港が武漢、南京の両政府の合流への障壁となり、また、北伐軍が助手で敗戦したことも、 相まって、1927年8月、蒋介石は一旦権力の座から退き、翌9月、武漢国民政府は南京国民政府に合流した。その後、同年11月17日国民党内部の政変である公衆馬記事変、が勃発した。これにより、蒋介石は政権に復帰し大権を掌握、そして、 翌1928年には北伐を完成させ、数十年にわたる中国の統治を開けしたのであったが、この過程で、李宗人、白、高敷率いる新構成派の勢力が国民党内で拡大したため、蒋介石は、かつての味方と政治闘争を繰り広げることになった。なお、上海クーデターで、蒋介石を助けた、と月の事業は、順調に発展し、 日中戦争終息後には、上海市長になる直前にまでになったが、1949年国境内戦で中国国民党が敗北し、台湾に逃亡すると、上海クーデターにおいて中国共産党を迫害したことによる卒業避けるため、土月賞は香港に逃亡し、1951年に香港で死去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。